ございます。明治安田生命おうちで健活ライブボリューム12、今日から始めよう大腸活にご参加いただきありがとうございます。本日担当させていただきますのは森永乳業管理栄養士の田中です。よろしくお願いします。皆さんの健康管理維持につながるよう、本日は特別にライブ配信にてお届けしていきます。聞いたことあるけれどもよくわからない、そんな健康キーワードを詳しく解説していきます。本日のタイトルです。こちらです。ビフィズス菌で健康に、誰でも簡単楽しく見れる30分です。一緒に学んでいきましょう。では最初のテーマです。本日の流れですね、腸内フローラとビフィズス菌についてのお話、続いて腸年齢チェックを行います。そして良い腸内フローラを保つヒントをご紹介し、最後にキッチンスタジオから大腸活レシピをご紹介していきたいと思います。それでは最初のテーマです。腸内フローラとビフィズス菌についてのお話です。突然ですが、皆さんの腸は健康でしょうか。腸の健康について意識されてますか。意識されている方、それは小腸でしょうか、大腸でしょうか。小腸は胃から送り込まれた食べ物の消化や栄養吸収を行う働き、大腸は小腸で消化吸収された食べ物の残りから水分ミネラルを吸収し便を作る働きをしています。そして今日の最初のテーマとなっている腸内フローラ、この言葉は聞いたことありますか。近年大変注目されている腸の健康キーワードです。腸内フローラとは人の大腸に住む多種多様な細菌の集まりのことです。多種多様、私たちの腸内、特に大腸の中には数百種類、約40兆個の腸内細菌が住んでるんです。その様子がお花畑、フローラのように見えることから腸内フローラと呼ばれています。腸内フローラの構成、どの菌が多い、どの菌が少ないなど、それは一人一人で異なっていることが分かっており、私たちの健康に大きな影響を与えているんです。そして生活環境やストレス、食事や年齢などによって変化することが分かっています。腸内フローラは変わるんです。その腸内フローラ、私たちの健康とどのように関係しているのでしょうか。見ていきましょう。これまでの研究から、大腸に関わる病気だけではなく、他の臓器、肝臓などですね、とも関係があると言われているんです。その他、肥満、これ今多いですよね、アレルギーで、肌の状態、脳と報告されています。さらにです、抵抗力の元となる、そして菌やウイルスから守ってくる免疫細胞、腸の中に半数以上集まっていると言われていますので、腸内フローラを良い状態に保つことは健康に大きな役割を果たすと考えられています。ですので現在も世界中で精力的に研究が進められています。では良い腸内フローラとはどういったものでしょうか。腸の中には悪玉菌などさまざまな菌が住んでいますが、
腸内のバランスが悪い状態になってしまうと、腸が泣いてますね。悪玉菌が強くなり、フェノールやアンモニアなどといった有害物質がたくさん作られてしまうんです。一方、良い状態の腸内フローラです。腸がニコニコしています。善玉菌が増えて、ビタミンや短鎖脂肪酸、短鎖脂肪酸は後ほどお話しますね、などの体に良い物質がたくさん作られます。ですので、この良い腸内フローラの状態を保つ鍵となるのが善玉菌。その善玉菌の代表選手がビフィズス菌なのです。さあ皆さん、ご自身の腸内フローラどのような状態か気になりますよね。それでは腸年齢チェックをしていきましょう。ペンとメモをご用意くださいね。問題は3つの項目に分かれています。全部で24問です。当てはまるもののところにチェックを入れ、最後にそのチェックの数を数えてくださいね。それでは始めていきましょう。最初は生活習慣に関する質問です。読んでいきますね。7問あります。1番、1日の運動量が30分以下だ。2番、おならが臭いまたは臭いと言われる。3番、タバコをよく吸う。4番、寝つきが悪く寝不足。5番、顔色が悪く老けて見られる。6番、ストレスをよく感じる。ストレスはほとんどの方あると思うんですけれども、よく感じる方はチェックをお願いします。7番、肌荒れや吹き出物に悩んでいる。はい、では次ですね。食事に関する質問です。8番から15番まであります。8もあります。では行きます。8番、朝食は食べないことが多い。9番、肉が大好き。10番、朝食はいつも慌ただしく短時間で済ます。11番、牛乳や乳製品が苦手。12番、食事の時間を決めていない。13番、週に4回以上外食をする。生野菜 120g がイラストにありますね。だいたい両手山盛りぐらいです。加熱をすると片手ぐらいになりますね。そのイメージで考えてみてください。15番、アルコールを毎日多く飲む。続きまして最後ですね。トイレに関する質問です。16番から24番、9問あります。では行きます。16番、便の時間が不規則。17番、時々便が緩くなる。18番、行きまないと出ないことが多い。19番、便の色が焦げ茶もしくは黒っぽい。20番、排便後も便が残っている気がする。21番、出た便が便器の底に沈みがち。22番、便が硬くて出にくい。23番、便が臭いまたは臭いと家族などに言われる。24番、コロコロとした便が出る。以上24問です。それではチェックの数を数えてくださいね。どうでしょう、数え終わりましたでしょうか。いかがでしたかね。それでは皆さん、結果を見ていきましょうね。まずは4個以下の方です。あなたの腸は実年齢もしくは実年齢よりも若いです。素晴らしいです。腸内環境は良好です。腸が原因の病気や不調は起こりにくいと考えられます。油断せず生活に気をつけ、この状態を保っていきましょうね。続いて5から9個、これはねちょっとショックだと思います。
実年齢よりも10歳上です。比較的気を配っている人もこのレベルが多いんです。生活を改善すれば十分取り戻せる状態です。チェックのついたところをね、少しずつ改善していきましょうね。では10から14個です。実年齢プラス20歳です。周りに20歳上の方いらっしゃいますか？お仕事されてる方、上司の方の年齢はご存知でしょうかね。お腹の調子が気になる人、不節制な生活を続けている人に多いレベルです。一見健康に見えても腸内環境は老いている可能性があります。早急に生活改善に取り組んでいきましょう。最後は15個以上です。プラス30歳です。ご両親の年齢ぐらいでしょうか。たとえ実年齢は若くても腸はすでに高齢者という状態、腸内フローラが悪玉菌優位に傾いていると思われます。すぐに食生活から改善していきましょう。腸内フローラは変えることができます。では次のテーマです。良い腸内フローラを保つ、良い腸内フローラに変えていくヒントをお伝えしていきたいと思います。こちらはビフィズス菌です。今日のタイトルにもなっている大事な菌です。先ほど良い腸内フローラの状態を保つ鍵となるのが善玉菌、善玉菌の代表選手がビフィズス菌とお話をしました。覚えてらっしゃいますか？善玉菌の中にはビフィズス菌の他にもう一つ有名な乳酸菌があります。ビフィズス菌と乳酸菌の違い、ご存知でしょうか？よくですね、乳酸菌の中の一つがビフィズス菌であると思っていたり、あとビフィズス菌と乳酸菌が同じ仲間だとね思っている方いらっしゃるんですけれども、実はですね、この両者全く異なる菌なんです。例えるならば遺伝子上ではなんと人とクラゲぐらい違うと言われています。クラゲ、海のプカプカ浮いてるクラゲですね。それぐらい違うものなんです。ではその違いを見ていきましょう。まずビフィズス菌と乳酸菌、住む場所が違います。ビフィズス菌は酸素に弱いので酸素がほぼない大腸に住んでいるんです。一方乳酸菌、多くは小腸に住んでいるんです。数をね見ていくとその差歴然です。なんと大腸の中のビフィズス菌対乳酸菌の割合999対1です。つまり大腸内の善玉菌の大多数はビフィズス菌ということなんです。そしてもう一つ大事な違い、スーパー物質短鎖脂肪酸を作るのはビフィズス菌であるということです。短鎖脂肪酸は悪玉菌の増加を抑え、善玉菌優勢の腸内環境を作ることができるんです。肩や乳酸菌、ほとんど短鎖脂肪酸を作ることはできません。短鎖脂肪酸の一つにお酢などの成分である酢酸があります。お酢は昔から殺菌効果があることで知られていますよね。その酢酸の働きを一つご紹介します。こちらは大腸菌の生育を示したグラフですが、強い酸として知られる塩酸、乳酸菌を作る乳酸と比較してもすごいですね。酢酸は大腸菌を全く生育させないことが分かります。このように酢酸は腸内を弱酸性の環境にすることで悪玉菌の働きを抑制したり炎症も抑えたりする働きがあるんです。腸内でさまざまな生理作用を示すことが報告されています。短鎖脂肪酸酢酸パワー、
お分かりいただけたのではないでしょうか。次にビフィズス菌と乳酸菌といえばヨーグルト。ヨーグルトから2つの菌の違いを見ていきましょう。こちらはヨーグルトを食べていない期間、普通の乳酸菌だけのヨーグルトを食べた期間、そして乳酸菌にビフィズス菌が入っているプラスされているヨーグルトを食べた期間で、排便回数と便中のアンモニア濃度を比較してみました。排便回数はビフィズス菌入りヨーグルトでより改善しました。そして悪い状態の腸内フローラで作られてしまう有害物質のアンモニア、なんとビフィズス菌入りヨーグルトでのみ減少しました。先ほど説明した通り、ビフィズス菌は乳酸菌よりも大腸に多く住んでおり、殺菌作用の強い酢酸を作ることから、このようにお腹の調子を整える力がより強いと考えられます。皆さん、あまり意識されていなかったかもしれませんが、すべてのヨーグルトにビフィズス菌は入っているわけではありません。すべてのヨーグルトに入っているのは乳酸菌のみです。これを覚えておいてくださいね。私の仕事の一つに妊婦さんの栄養相談があります。妊婦さんはホルモンの関係で腸の蠕動運動が鈍くなってしまい、どうしても便秘気味になりやすくなってしまいます。そのご相談が多く、こう聞かれます。ヨーグルトは食べているんですけれども。私はこう答えるんです。そのヨーグルト、ビフィズス菌入りでしょうか。次の1ヶ月後の検診で多くの方から良くなりましたという声を聞きます。私は嬉しくなります。嬉しくなる理由は、お母さんの腸内フローラは生まれてきた赤ちゃんに受け継がれるという研究結果があるからなんです。他にも妊娠中にストレスを受けたお母さんから生まれた赤ちゃん、善玉菌が少なくアレルギー発症などにも関わる腸内フローラになってしまったという結果もあるのです。ですので、妊婦さんが良い腸内フローラだと、生まれてくる赤ちゃんも良い腸内フローラ、心でやったーと叫んでます。ヨーグルトを選ぶ際にはパッケージをよく見て選んでくださいね。そして生まれたばかりの赤ちゃん、その頃に大腸のビフィズス菌の量はピークを迎えます。グラフですね、青い線です。年齢とともに緩やかに減少し、成年期以降は減っていくばかりです。その上に偏った食生活、そして無理なダイエット、ストレスや不規則な生活をしてしまうと赤い点線です。その減り方も急激なものとなってしまう可能性があるのです。食事はとっても大事なんです。それでは大腸のビフィズス菌を増やすために何を食べると良いでしょう。基本的にはビフィズス菌の餌となる食物繊維やオリゴ糖を摂ると良いでしょう。食物繊維の多い食品はご存知、野菜、果物、キノコ類、海藻類ですね。ではオリゴ糖の多い食品ご存知ですか。いくつか挙げてみますね。ごぼう、玉ねぎ、アスパラガス、発酵食品の納豆、きな粉、はちみつ、バナナなどです。そこで私は毎日ビフィズス菌入りヨーグルトに餌となるきな粉とはちみつをかけたり、バナナを乗せてみたり、相乗作用を狙って食べています。ビフィズス菌が増えることで、先ほどからお伝えしている酢酸などの短鎖脂肪酸が作られ、大腸、そして全身の健康に良い働きをしてくれることにつながってきます。
それでは最後のテーマです。腸内フローラを改善したい、ビフィズス菌入りヨーグルトを使った大腸活レシピをご紹介していきたいと思います。キッチンスタジオさん、お願いします。はい、こちらキッチンスタジオからお届けします。本日はビフィズス菌入りプレーンヨーグルトを使って腸内環境を整えていくレシピをご紹介します。今回ご紹介するのはヨーグルトのポテトサラダです。普段ポテトサラダを作る際にはマヨネーズを使うと思いますが、今回はビフィズス菌入りプレーンヨーグルトを使ってビフィズス菌が簡単に摂取でき、腸内フローラの改善が期待できるレシピになっております。ビフィズス菌入りプレーンヨーグルトを使うことで、タンパク質やカルシウムの栄養面がプラスされるのと、マヨネーズを使わないのでカロリーや脂質が抑えられるのも嬉しいポイントとなっております。味付けとしてはさっぱりとした味わいのポテトサラダになっております。では早速作り方をご紹介していきます。使い材料は4人分でこちらです。ヨーグルトソースでビフィズス菌入りプレーンヨーグルト 80g、 蜂蜜小さじ 1/2、 塩小さじ 1/3、 ブラックペッパー少々、具材にじゃがいも2個、ツナ缶1缶、きゅうり1/2本、玉ねぎ1/4個、リーフレタスはお好みでご用意してください。まずはヨーグルトソースを作ります。これから作るのはじゃがいも2個分の量になっております。材料としてはヨーグルト、蜂蜜、ブラックペッパー、塩になります。ヨーグルトは表面に水分がたまることがありますが、浮いている水分はホエーといって乳タンパク質や乳糖、ミネラル、ビタミンなどの栄養を含んでおります。ヨーグルトは混ぜると滑らかな状態になるので、入れる前に混ぜるといいですね。ではヨーグルトに調味料を混ぜていきます。先ほどご紹介した塩、ブラックペッパー、蜂蜜を加えていきます。今回甘みを少し加えるのに砂糖ではなく蜂蜜を使っています。蜂蜜にはオリゴ糖が含まれているので、ビフィズス菌の餌になり、ビフィズス菌を増やし活性化します。そのため腸内フローラの改善がさらに期待できます。次です。じゃがいもは一口大に切って水気を切っておきます。こちらがちょうど茹で上がったものです。温かいうちに先ほど作ったヨーグルトソースを半量加えていきます。温かいうちに混ぜ合わせることでじゃがいもに下味をつけることができます。またビフィズス菌は熱に弱いため、ソースの半量はじゃがいもの粗熱が取れてから加えるので取っておいてください。この時に大きめのガラスのボウルの中で混ぜると、後ほどさらに材料を加えるので楽です。粗熱を取る間に具材の準備をします。きゅうりは輪切りにし、塩もみをして水気を切っておきます。ツナ缶は汁気を切っておきます。玉ねぎは薄切りにしたものを水にさらし、水気を切っておきます。実は玉ねぎにもオリゴ糖が含まれており、ビフィズス菌の餌になります。オリゴ糖以外では食物繊維と一緒に摂ることをお勧めします。今回のポテトサラダには繊維が含まれています。先ほど下味をつけたじゃがいもに、きゅうりと玉ねぎ、汁気を切ったツナ、半分残しておいたヨーグルトソースを加えて混ぜ合わせます。最後に残りのヨーグルトソースを入れることで程よいミルク感が出せます。また繰り返しにはなりますが、ビフィズス菌は熱に弱いので、半量は粗熱を取ってから加えましょう。具材は下から大きく混ぜ合わせましょう。しっかりと具材同士が混ざるまで混ぜてください。
にちぎったリーフレタスやトマトなどをお好みでお飾りください。完成したポテトサラダを盛り付けていきます。最後にお好みでミニトマトを飾っていきます。完成したものがこちらです。ポテトサラダの具材はお好みでアレンジしてください。今回はツナ缶を使っていますが、ハムでも美味しく作ることができます。ツナ缶を使うことでタンパク質がより多く取れます。今回は大腸活レシピとしてご紹介していますが、タンパク質が取れることもメリットです。また、今回はポテトサラダでご紹介しましたが、ポテトサラダだけではなく、こちらのコールスローなどの和え物を作る際でも、マヨネーズをヨーグルトに置き換えて作ることができます。全部置き換えることに抵抗がある方は、いつも使うマヨネーズの半量をヨーグルトに置き換えて作ることをお勧めします。そうすることで手軽にビフィズス菌を取ることができます。ビフィズス菌入りのヨーグルトをそのまま召し上がっていただくだけではなく、一工夫して料理に使って美味しく腸内フローラの改善をしていきましょう。本日はありがとうございました。森永乳業のホームページでは、乳製品を使った健康的なレシピを多数ご紹介しています。森永乳業レシピで検索してみてください。またこちらのレシピサイトでは、今回ご紹介したポテトサラダ以外の腸活レシピもご紹介していますので、ぜひご覧ください。検索ワードはこちらです。キッチンスタジオさん、ありがとうございました。私もこのポテトサラダ作ってみましたが、とっても簡単です。よかったら皆さんも作ってみてくださいね。他にもビフィズス菌入りヨーグルト、いろんなメニュー作ってみたいですよね。今紹介しましたけれども、森永乳業レシピで簡単に検索できますので、そちらもぜひぜひ作ってみてください。それでは今日のまとめに入っていきたいと思います。腸内フローラのある大腸は全身の鍵として注目されています。今日のタイトルでありますビフィズス菌で健康にの真ん中に大腸からを入れて、ビフィズス菌で大腸から健康に、この言葉で私の話を終わりにしていきたいと思います。本日のおうちで健活ライブボリューム12、今日から始めよう大腸活は以上となります。皆さんお疲れ様でした。今日のこの動画は近日中に明治安田生命公式 YouTube みんなの健活プロジェクト公式サイトにアップします。もう一度レシピの作り方を見たい方、私の話のここをもう一回聞いておきたいなっていう方はぜひご覧くださいね。これからも食生活を意識し、健康を維持していきましょう。それでは本日はありがとうございました。